敵か。全然忍べてない。めっちゃなんか派手な紫色の衣装着てるけど。よし、じゃあレストポイントでレストしよう。ん？なんか、あ、なんかホヤホヤしてるぞ。あ、もうちょっとでスキルポイントがたまりそう。なんか、ん？あ、よりしろか、びっくりした。お、上がれるなら上がってみよう。お、こっちも行ける。まだまだ遠そう。ここ落ちたらどうなるのかなあ。あ、いるなあ。とりあえずあと何人かやってスキルを、あ、でも5ポイント貯めないとダメなんだっけ次。意味ない。あ、待って、いたし。あ、でも結果オーライ、結果オーライ。だって弓持ってるもんこの人。あれ、あ、そっか、あ、あれ、あ、そっか、2か、1もともと溜まってたんだっけ。ん、どこのどなた。え、え、どこの、どこの敵、どこの敵。わっ、待って待って、どこの敵だから。そして、え、なんで、なんでここにいるの。あ、待って、弓だ、弓、弓、弓。うわ、待って、あー、やばい。ちょっと待って。はい、あれ、いつの間にこの後ろから歩いてきた。もうめっちゃ罠じゃん。一人だけ、一人だけ。はい、いっぱいいる。待って、どこ、どこに何人いるの。あ、そういえばさ、リングっていうものを使ってなかった。この皮膚切ってどんなやつなんだろう。使ってみよう今度。え、てかどこに。うん、うわ、いた、いた、いたん。待って待って、これ使ってみよう。あー、真ん前だけなんだ。はい、使ってみよう。はい、え。出すのに、出すのにちょっと時間かかるんだ。はい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 。あ、ダメだ、ちょっと待って、出すのに時間かかるんだね。おお、なんかあれだね、遠いと当たらないけど近くに出そうと思ったらちょっと遅いかな。あ、ちょっと今のところ爆竹の方がいいかな。うーん、あ、もうどんどん使っとこう。アイテム貯めてもしょうがないから。やん。はい、いっぱいいたわ。はい、弓、弓、弓ダメ、弓ダメ。あそこに行って、上3人いたかな。とりあえず弓の人を。え、マジ、
あと一人いたなぁ。油、そういえば何も使ってないね、油ね。あと一人、あれ待って、またなんか強そうなのがいる。あれ、ロックロックロックして名前にあれが出るか見たいのに。強いかしら。一回回生使ってるっけ。周りにさ、周りにいない？弓の護衛する人とかいない？あ、ちょっといるね、いるね、いるね。後ろにもザコちゃんがいるから、もうちょっとこっち来て。あ、なんかリンゴとかがない。あ、間違った、使うつもりなかったのに。まあいいか、防御力アップになった。うわ、待って、見てなかった。せっかくだから使おう。あれ、はい、うわ、重っ。一発でこの重さなんだ。っていうか、もう回復薬とかもないんだけど。うん、あ、弓か、やばい、弓はやばいよ。いや、マジでさ、自然と背景がこう敵が溶け込みすぎて距離感を見失う。よっ、あ、なんかあそこにあるんだ、あれ、あそこになんかあるな。消し、あ、自分のあれか。てかめっちゃ燃えてるんだけど。もう回生使ってたっけ。使ったなぁ。でもないよね、セーブポイント。あれ、待って、いるんだっけ。死んじゃうと思う、これはダメだと思う。あ、マジか。いや、行こう。忍びならば行かねばならん時があるよ。あ、待って、間違った、それじゃない、私が使いたいやつ。待って、リング変えるの忘れた。これこれ、あーあ、待って、あ、回生できるの、まだする、する。あれ、待って、まださ、ボタン間違っちゃう。ちょっと待って、集中力が。危なかった。もう多分次は死ねないな。はい、ここ落ちたらきっと死ぬんだろうな。もうレストポイントください。いる？いる？敵いる？わあ、どうしちゃったの？うわあ、でもなんか明るい。うん、鬼仏みたいのないんだ。これさ、落ちたらあれなんだろうな。もう敵がいないのが逆に怖い。なになに、待って待って待って、あれあれ、待って、エマちゃんがいなくなってるぞ。どうして？っていうか、ちょっとさ、あれあれ、なんかさ、
おじちゃんとおばちゃんが、ちょっとさ、ほら、病気にかかって大丈夫か心配でさ、見に来たんだけど。エマちゃんもここにいる。え、大丈夫？あ、辛そう、めっちゃ。お前さんも来たのか。にぎやかな子って。いや、見てもらう忍び技師はなかったと思う。ないよね。いや、ごめん、ほんと。エマさん？何をしている？ああ、あなたですか。竜害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。血吐くんだ。咳とともに出たものです。血の色がわずかによどんでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか？竜害にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。おう。じゃあちょっとおばちゃんだ。また。おばちゃん会いに行こう。大丈夫かな？おばちゃん、おばちゃん、大丈夫？お守りするんじゃぞ。めっちゃ苦しそう。そなたに。吐いた血をもらおう。血をもらうぞ。ごめんよ。オッケー。これをエマ殿に。はーい。あ、エマさん、エマさん。狼殿、よく参られました。はい、血の塊。手に入れた。血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように、血の色がわずかによどんでいる。だが、これは。足りるか？おそらくは。お。これで竜害の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること、期待していてください。おお、頼んだよ。ひょうたんの種持ってなかったよね。オッケー。ああ、じゃあやっぱ直せるんだね。早でくは、また。早く。なんか死んじゃったりしないか不安。 よし、戻ってきたぞ。さっきの、さっき死んじゃったからな、屋根で。わあ。さっきは気づかなかったけど、なんかいるぞ。ほう。父上。あ！お前か。最初のムービーにそういえば出てきてた。不覚を取った。このわしも。置いたものだ。手当ては良い。この傷では。もはや助からぬ。それより狼よ、これを。隠し仏殿の鍵。父であるフクロウから受け取ったもの。彩翼、平田屋敷の彩翼。二つ、主は絶
体命を落として守り奪われた。へえ、これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。この日の手じゃ正面からは入れぬ。うんだよね。崖外からならばさっき燃えちゃったもん。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい、主は絶対守ります。狼よ、命落としてお守りするのじゃ。マジで父上。あれだね、オープニングムービーでさ、この主人公が小さい時に共に来るかって言ってた、言ってくれた人だね。てかもう屋根に上がるの怖いよ。さっきめっちゃ食らっちゃったから屋根に上がるのは無理かな。もう行けなさそう。こっちから行こうか。あれ、あ、待って待って待って、嘘。エマさん、薬できた？待っていました。お、わかったのか。はい、解を得ました。竜害の源、それは血の淀みです。何故血が淀む？あなたはたとえ改正の力が尽きていたとしても、いずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。竜害になったものからか。おそらくは竜害になったものは人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって治す？奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。ほう、竜院の雫、竜院の巫女から稀にこぼれ落ちるもの、回生の力をわずかに増やす。うん、これを使うと回生の力が増やせるけど、使わずに、ん？回生の守りがあればこの雫を鬼仏に備える。使わないで鬼仏に備えれば返せるのかな。ただ、回復のお守りがいる。あれ、くれるの？はい。なるほど。じゃあその竜院の雫を使えば自分の回生の力増やせるけど、使わないで備えたら直せるんだ。うん。竜石、竜害の回復ができる。うん。あ、一度に全ての竜害患者が回復。なるほど。じゃあちょこちょこ使うより、ちょっと待って待って、あ、もうこの人死にそうっていう人が出てきた時に使うのがいいのかな。ちょっとまだわかんない。はい。なんかね、炎の燃えたお屋敷の崖から回って霊園に行けって言ってたところでね、行こうと思ったらね、ほら、あそこのね、橋
右側にね、焼けたお屋敷があるんだけど、橋渡る前にね、敵と戦ってて、なんか避けてる時にトポンって落ちちゃったの。あ、死ぬって思ったら死なずに、なんか死ななかった上にね、ここに、あ、コイちゃんがいるって思って、宝コイちゃん。そしたらね、あ、ここにアイテムもあるって思って、アイテム拾ったら、ここに、あれ、なんか行ける道があるって言ってね、こう行ったら、ここにも、アイテムがあって、そしたら、あれ、なんかこれ上に登っていけるぞみたいな、なんか完全に別の道っぽいところを見つけてしまったのでね、ここをね行っていきたいと思います。いや、だからね、お屋敷のところにたどり着いたらもう一回録画始めようと思ってね、回してなかったのこんなとこにもね行く道があったとはね。よし、じゃあ早速登っていこうか。よいしょ。あれ、はい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 、あれくそはい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 、よいしょ。あ、手に汗かいちゃった。そうそう、ほら、あそこがね、燃えてたところ、父上がいたところ。あれだ、なんかさ、道中のさ、蔵で出会った泥棒さんみたいな人がさ、ここは俺が先に見つけたからどっかに行ってくれみたいに言ってた泥棒さん、あの人がさ、三重の塔はおやし、なんかお宝があると思うんだよって言ってたもんね。ここだ。あ、っていうかさう、敵か、全然忍べてない。めっちゃなんか派手な紫色の衣装着てるけど、強そう。きっとお宝がありそうだもんね。私はね、気配殺しを覚えてるから、ワンチャンゆっくりね、ばあちゃん並みにいけるかな。いい、ダメだそうだよね、そんな甘くないか。待って、強そう。待って、待って、マジで一気にこんな減ったんだけど、やば。あ、待って、竹林が邪魔だこれ。マジか。わは、やばくない、この派手な人。やばー。てか、竹林が邪魔だね、この生えてる。待って、狭、足場狭。わ、待って、落ちちゃう。やばい、この人。よし、ちょっと邪魔な竹を切っとこう。もうよいしょ。はい、よいしょ。これでね、戦う時に引っかからないでいけるはず。あ、でもていうかさ、もう無視して突っ走るっていうのは、あ、待って、ドアが、待って、開けれると思ってなかった。これ、待って、どうしよう。開けれると思ってなかった。ちょっとどうしよう。死ぬ？死んだ、やり直すか。死んだ方がいいかな。ちょっと待って。だって、あれ、アイテム取れちゃうよね。ちょっと待って、どうしよう。取れてむしれちゃうぞ。どうしよう。ちょっと一旦やり直そうか。なんだっけ。帰り仏で一回帰ろう。待って、まず開くと思ってなかったし、あれ無視して取れちゃうじゃん。それはダメだよ。なんか我が民道に反せりみたいな。よし、ちょっと。あ、待って、痛い、待って。攻撃される。よっと。はい。もう取ろう。迷うとこだけど。あれ、どこ行った？あれ、いなくない？え、どこ行ったの？え、もしかしてさ、私を追って一緒にここから落ちた？そんな
葉かな。あ、嘘、本当に。え、マジでこれさ、これさ、ある意味楽な取り方なんじゃないの。一旦敵を引きつけて戦って、ここから一旦離脱すれば後追っていなくなってるみたいな。え、本当いないよね。だってもしかしてさ、下に落ちて死んでるのかな。え、そしたらアイテムが取れないんだけど。え、ちょっと取ろっか。霧ガラスの羽。ああ、義手、忍び義手。うんうん、どういうことだ。だから蜃気楼みたいなのを作れる、作り出せるってことかな、自分の。うん、へえ。っていうか、あの、待って、マジでマジで本当にどこに行った。え、待って待って、あの人だって倒したら絶対、あの人だって倒したらさ、絶対になんかくれるじゃん、いいアイテム。嘘でしょ、どこに行ったの。待って、下に落ちて、下にいるならいいけど、あれかな、もう一回さ、レストポイントで鬼仏様で休息したらさ、ちゃんとあそこに戻ってくるかな。でも下に落ちて下で死んでたら、死体がどこにあるかわからないよね。本当にどこ行った。おーい、あの人何くれたんだろう、倒したら。あ、待って、水とか。いないよね、死体もないし。とりあえず、四角長押ししてみようか。死んでる死体から物を取れるっていう。どこにいるかわかんないけど。はい。ないよ、どこ行ったの、マジで。私と一緒に落ちたとしたら、ここら辺にいるはずだけど、もしかしてあの忍び、泳げないの？泳げなくて沈んじゃったかな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。 Twitter もやってるので絡んでくれると嬉しいです。ではまた次の動画で。じゃあねー。